皆様こんにちは。今回は Android 版 Google マップアプリの経路の検索ウィジェットの使い方を解説させていただきます。 Android 版 Google マップアプリはあらかじめ設定した目的地へのナビゲーションをダイレクトに開始できる経路の検索ウィジェットを利用することができます。この経路の検索ウィジェットは現在地から目的地までのナビゲーションをすぐに利用する場合に便利です。Android 版 Google マップアプリの経路の検索ウィジェットの使い方は、まず通常のウィジェット追加画面から Google マップカテゴリを探し、その中から経路の検索を選択してホーム画面に追加します。ウィジェットサイズは 1×1 です。すると設定画面が表示されます。経路の検索ウィジェットでは移動手段を自動車、電車、徒歩の3つから選択して設定します。基本的な設定の仕方は3つとも同じで、目的地とウィジェットのショートカット名を設定し、自動車と徒歩の場合はフェリーなどを使うかどうかの条件も設定します。このほか、ターンバイターン方式ナビを開始するにチェックを入れておくと、ウィジェットをタッチした時にナビゲーションがダイレクトに開始されます。このチェックを外しておくと、ウィジェットをタッチした時にナビゲーションを開始する手前の画面が表示され、経路の候補から選んでナビゲーションを開始することができます。すべて設定して保存をタッチすれば経路の検索ウィジェットの設定は完了です。あとは Google マップのナビゲーションを開始する際に設定したショートカット名のウィジェットをタッチすればすぐにナビゲーションが開始されます。旅行などに行かれる際に事前に目的地などを経路の検索ウィジェットとして設定しておくと便利です。ぜひ参考にして活用してみてください。以上、Android 版 Google マップアプリの経路の検索ウィジェットの使い方の解説でした。